はいどうも、エテポンゲです。魔王城の中間地点から、始めていきます。武器集め、高難易度ステージと、なっております。とりあえず11階かな、今11階の中間地点まで、やってまいりました。これ薬草でしょ絶対。何これ、まあまあ別に鍛えるとかはいいからな。大魔熊の使いたい。まあとりあえず行こう。ここで拾ったアイテムはね全部武器庫にしまわれちゃうんで、一回外出ないとね使えないんだよな。なーに、初めて見る虫、メッキが取れた。メッキが取れた。まあ家のメッキじ、あけどダメだ、ダインスレイフも結構、あこれけど壊れても別に大丈夫なんよ。壊れても外出たらまた元通りになるか、けど壊れたらこの今やってるダンジョンの中ではもう使えないよっていうことなんで、ちょっと大事にしようか今から。いや戻れるんだったら戻ってさ、あれしたいんだけど、メッキすぐそこにあるから。けどなんか外出たらなんかね、反則だよみたいに言われたら嫌だしな。1階に突然なんか放り出される可能性もなきにしもあらずだし、ちょっと様子見ていきます。よし、あいつ注意しよう。遠距離で飛ばしてくるからな、怖え。炎出して、頼む頼むよ、ファイヤーを、ファイヤー。あんまあ、それでもいい。よし、バカタレ、あークソが。メッキ剥がされてもいい用の武器を用意しておくべきだったな。そうなると耐久値だけがやたら高いやつ。草生えるソード持ってるじゃん。草生えるソードめちゃくちゃ耐久値高いやん。あれうーん、回復します。行こう、進もう。メッキ剥がされちゃったけど、12階、またいるよ。ここだろ。はい、幸いなことにこいつ鈍足だから、うまくやればこうやって戦えるんだよね。今気づいたわ、こいつも鈍足だけど魔法を持ってたりするとちょっと厄介なんだよね。よし、ただやっぱ強えなこの武器、この武器マジバケモン、マジマンジだわ、マンジブレードだわこれ。ポイント、一旦使ってこう。よし、いや熱えこの武器ほんと。見えうん、剣術へかー、大事に使おう。三発で殺せる。近づかせなければどうということはないのだよ。精霊王はやばいな。一歩動かす。自宅のメッキは剥がしちゃいけん。
自宅はやばい、すぐ壊れる。これもあーやばい、あーやばい、これはやばい、あーやばいな。イカズチよ、よし、ちょこっち来いってお前、卑怯やぞ、ほれ。あ、もしかして魔法打つだけなら耐久値減らない説あるね。魔法打つだけなら耐久値減らない説あるね。よし、遅い遅い、遠距離攻撃していこう。もう一発、いやー100はないよな。あぶねー、怖え、今の怖え。ほい、基本氷と炎だけで、氷じゃないサンダーとファイヤーでいいわ。氷ちょっと範囲が狭いわ。ちょ、そろそろ必殺って回復を試みたい。薬草がもったいない。ここは草生えるソードでなんとかするか。ここ切り捨てごめん、シャキン、強すぎ、わろた。こいつから行こう。一歩下、よし、次上。あ、間違えた、演奏しちゃった、しまった、もったいねえ。行って、これ外したら負けるから回復。ほっ、怖いな。ほっ、はい、強い。薬草うめえ、ありがてえ。はーい、一撃じゃ倒れない。ちょ、火力インフレが半端じゃないぞ。一発109はおかしい、おかしい。必殺ミラクル斬り、よし。確かにきついね、ここら辺は。もう数も多いし敵も強い。15回、大賢者あって、大賢者がない。ダインスレーフ届く、123トロック、じわじわ削っていくしかねえよな。もう近づかれる前にね。殺しちゃう。あ、薬草ラッキーで、これはもう近づくしかないから、一歩前に出てガチる、ガチる。薬草いいね、薬草大事にしよう。うわ、硬、これマジか、物理こんな効かないのこいつ。それは効いてなかった、知らんかった。それはってことは魔法もう絶対置いとかなきゃいけない場面はあるというわけだね。 OK、 理解した。それ理解できたのはでかい。で、薬草は、あ、薬草補充できるから。あー、バカー、混乱した。行動逆になるってことはこっちで、こっちで、こ、よし、この野郎、マジで危ねえ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 、もったいない、今のはめっちゃもったいない。てい、
で回復。よし。HP。ああ、けど攻撃もちょっと上げといた方がいいな。一撃で倒せる範囲と、そうじゃない場合では、一撃食らっちゃうより、攻撃上げた方が、そりゃいいよな。これで倒せんか？節約魔法！いけんじゃん。いけんじゃん。16回。武器は OK。 振ってみる。燃えろ。マジ炎打ち放題。よし、貴様も焼いてやろう。あんま効かないな。ほっ、もう一発。よし、でそろそろ上から。まだか。こいつ先にやろう。入ってない入ってない入ってないよ。近づいてきちゃったらこっちでヒール。よし、ほれ。火を出してくれないか、火を出してくれないか。あ、ダメだ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 。あー、ちょっと待って。あれ、いや届いてねえよバカタレ。もう大賢者の杖、もうこれだよな。これだからな、ランダムなのが良くないよな。ランダム性は良くないよ。ああ。まだ回復大丈夫だよね。当たってない。届いてない。今一つ。これも効果今一つ。炎吐かれてもう一発振る。当たってない、当たってない。回復しまーす。ダメだ、こいつとの相性悪すぎる。めっちゃ相性悪いこいつとの。けど自宅で攻撃しちゃうとメッキ剥がれてるからな。それかもう一気に距離詰めてさ、切るか。こいつはまあいいや、まあこいつワンパンだし。ちょっと馬出てきたら、あ、馬いるわ馬。まあ馬鈍足だからね。やばくないこれ。これでいける？ちょっと待って、近づかないで。これでどれぐらい入る？あ、やばい！やばったかも。魔法がない。やばい。え、何？武器変更不可。貴様、それはやっちゃいけん、それはやっちゃいけない。あ、壊れるかもしれない。
必殺っても一緒やっけこれ。あと2た2た耐える。よし、ちょっと待ってダンゴムシ、ちょっと待ってダンゴムシ。あっ危ねえ。ナイスナイス、ありがとう。ナイスアシスト、エンジンアシスト。おい、あー弱いなー、やばい、これでやり合ってたら自利品になる。ごめん切り捨て、ヤクソ拾おう。あれもう一個落ちてなかった、気のせいだった。一本進んできてもらって、はい、やばいな。回復して、回復入れて攻撃。こいつが地味に強い。よし、18回、よいしょ、たたたたた。他にないか、草生えるソードあるな。オッケー、草生えるソードがあるのなら近距離まで詰められても安心です。バカだれ、もったいねえ。その76、命取りになるぜ。その76が、よし、この位置ならね、あの相手の攻撃食らっちゃうけど、炎が出たとしてもサンダーが出たとしてもちゃんと当たるから。馬、馬はお前は後だ。馬はどん、あーキノコ、キノコはちょっと待って、胞子飛ばしてくるよなこいつな。あーし、ナイスアシスト、ナイスエンジンアシスト。うんで草生えるに変えて回復入れといて、一歩進んできてもらわない、一歩前に、よしよっ。で薬草補充できて、コウモリで最後。いやマジ草生えるそうだって、よかった。これ何回ですか。あーうむ、緑のやつ、水色のやつがいる。19回、いいよいいよ、あいいよ、よし、ここいらで一回攻撃上げとく。もうもうけどね、あれあれだから、メッキ剥がされてるから、あのいろいろ怖くないものもある。怖くない、あもう ちょうど当たらない、ちょうど当たらない時もうめっちゃめっちゃイラッとするね。ファイヤー、氷でもいい、カマンカマン、それはカマン、逆に氷がいい。今はここで草生える、あー倒して、あっあっ、オッケーオッケー、やった。相手の魔法がさ、相手に効くっていうのは本当ありがたいね、うん、マジでありがたい。それは何度か救われてる。燃えろ、あと一発、よし、薬草、あの鳥はちょっと注意しなきゃならん。相手ちょっと舐めてた、この鳥は。
舐め気味だった。ここも慎重に行こう。慎重に、慎重に。よし、ここでこうしてこう。でコウモリが、よし、しまいだ。あ、オッケーオッケー。一回ミスったところでな、ところでなってやつだわ。あー来たー、最上階。疲れたー。あ、武器全部ある。ただこれが残り1回なのがね、あれなんだけども、ボン、全回復してきます。ボンボンボン。何がおるんじゃ、誰かっけ。なんだろう、ハデス系の魔王だね。どっちかというとハデス系。我は魔王なり。どうだ、このいかにも悪っぽい外見は、悪っぽい外見は、我こそは最強の魔王である。てぇ、なんか小さくて可愛いのが来た。君、勇者じゃないよね。なんでここまで来れたの？すごっ。まあいい。ここまで来たということは、この魔王に挑戦する権利があるということだ。でも、その前に、我の自己紹介をしようではないか。我は魔王ドルハーバ。魔王歴1000年のベテラン魔王だ。一度勇者に敗れて封印され、その後復活し、この大陸の城を滅ぼしたりした魔王。それが我だ。しかし、魔王だからといって悪さばかりしているわけじゃないぞ。我は人類に危害を与えすぎない程度に魔物を送り込み、人類と魔物の勢力の均衡を保っているのだ。めっちゃいいやつじゃん。めっちゃあの食物連鎖をしっかりあの意識した実にいい魔王だね。魔物のいない平和な世界では人類は平和ボケし、失楽かなしてしまうからな。我の存在により人類は一致団結し発展するのだ。つまりこれも大事な仕事というわけだな。というわけで、簡単に君たちに滅ぼされたら困るのだ、人類にとってもな。だから魔王城には強い魔物をたくさん雇ってかなり難易度を高くしたはずなのに、まさか君みたいな少女に突破されちゃうとはな。はい、一度難易度設定を見直さなくては。まあいい。君が何者であろうと、この魔王城をここまで登ってきたとことは事実だ。我は全力で君と戦い、魔王として役目を全うするのみ。ちなみに、もし負けても再挑戦しに来た時にはこのテキストはスキップできるから安心してくれよな。さあ少女よ、貴様の力を見せてもらおうではないか。言っておくが、我は強いぞ。魔王ドルハーバ、裏ボス的な感じかな。まあとりあえず、まあ今1形態だから、多分第2形態あるだろうね。第2形態あるでしょう。まあ様子見の魔法打ってみようか。うん、まあまあ効くね。まあ効く。あっ、まあまあいいや。いてつく波動、いてつく波動、あー、いてつく波動ね。いてつく波動はあのいてつく波動でいいんかな。うん、まあまあこの、はい、こちらスクルトと、バイキルトをしました。混乱7ターン、ちょっと待ってくれ。けどとりあえず強化したから、コアクサイルソード64、まだ耐えるな、いける。やう、ミラクルゲリ。74、混乱。さすがに切れるのはまずいから、これで回復入れてから、
あ、回復したらあれだね、こんなも消えんのかな。でこうで、バフ入れてかけ直して、よしよしよし。で、草生えるか A の、はい !113 回復入れて、切る。ちょ、あと一撃で終わるんだが、多分。強すぎて草生えるそうだよ。やめとこう。はい、はあ、開けないね。なんか携帯変化はないの？携帯変化、うわぁ、なんだと、君強くない？あ、ちなみに第二形態とかはないぞ。我はこの姿が最終形態だ。うん、そうか、すま、うん、なんかすま。というわけで我の負けだ。うわー、体が滅びていく。熱い熱い。あー、うるさくてごめんな。魔王は滅びるときには叫ばなくちゃいけない決まりになっているんだ。そうだ、せっかく魔王を倒したのだから何か褒美を渡さなければ。うむ、では君に我の剣をやろう。どうも私は武器よりも拳の使いが、拳の戦いが向いているようでな。じゃあそれ、魔王の剣、やばそう。我はまた封印されてしばらくこの世界に魔王という存在はなくなるだろう。魔王がいない平和な世界は人類の誰もが望む素晴らしい世界だ。しかし先ほど述べたように魔王の消えた平和な世界では人類は平和ボケし、失楽してしまう可能性がある。それを防ぐのが君だ。君は魔王を倒した英雄として人類を引っ張っていかなくてはならない。君が正しく導いてくれた時、世界に真の平和は訪れる。君に任せるぞ、この世界を守ってくれよな。うわー、まあまあまあいいやつだね。実にいい、実に良い魔王でした。とりあえずお腹が空いたので家に帰ろう。上子はそう思った。城内の武器を、はい。はい、勇者のトロフィー。おお。混乱したまんまだ。なった。まずはやっぱ試しぶりはしなきゃいけないよな。2種類ぐらいね、手に入れた魔王武器。まあ、取り出して。はい、取り出して。まあ、じゃあ、まあ、大悪魔の杖からいっちゃおうか。蹴散らす。この寝てるこいつに向かって。でいっ！だ。ああ、めっちゃダインスレイフ。めちゃめちゃダインスレイフだわ。めっちゃダインスレイフだわ、これ。ちょっと残念だわ。ああ、ちょっとあ、直接殴ってないから。武器のあれが出ない。ちょっと直接殴らせてくれ。痛いな。あ、ダーガマ巻き込んでしまった。闇魔法極みが発生する、地獄に住まう大悪魔の扱う杖、闇の力を呼び起こす。あー、ダーガが、もうダーガこっち来たわ。もう殺すしかないな。もうこれは見たことのない武器だ。使ってこうか。はい、来いよ。ちょっと横からの視点がいい。よし、くらえ。ブス。魔王がくれた闇の体験、一撃一撃が恐ろしく重い。必ず会心。あ、バケモンだ、これ。うん、バケモン。バケモン武器だ、これ。メッキするわ。すぐメッキするわ、これ。まあ、一応ね、じゃあ、悪魔の杖もメッキしとくか。
必ず会心って相当やばくないこれ。ちょっとショートカットします。ちょっともう一回ぐらい。うれ、はい気持ちいい、はい気持ちがいい、いいね。ちなみにさ、エンディングがこれ今トロフィーもらったってことでさ、また変わんじゃねこれ。あ、ちょっと入れない。これを持って話しかけるとかどう？違う？ポンミちゃんどうだね、説明を聞く。やっぱり草生えるソード、じゃあ一回ちょっとセーブして、草生えるソードを装備してで話しかけると。トロフィー2つね。はいはい、エンディングを選択してください。これだよね、今回もらったの勇者のトロフィー。お姉ちゃん、反対に飛んでたんだな。僕は伝説を見る、トロフィーで基礎反動度、かかるな。それから全然、マウントアットからのポンツアート。マウントアットあんたのなった、すごいよ。外が騒ぎし、お姉ちゃん、予想見に行こうよ。ウェイク様ありがとう。あなたはこの世界の救世主だわ。いや、まさか君みたいなおちびちゃんが馬王を倒すなんてな。ウェイク様が真の勇者様に違いない。はぁ、すごい、俺じゃヒーローじゃん。はぁ、ウェイクを姿を見に来た人は全員武器はウェポで呼んで武器やるってね。あ、おい、ウェイクちゃん、何やってんだよ。君が魔王倒しちゃったせいで僕の面目丸つぶるじゃん。ははっ、ラフジ看板まず伝ってる変な人じゃん。変な人を頼るな。僕は勇者大好き、勇者の超人大好きだ。でも魔王さんってないじゃん。うるせえクッソ、なんで君が当たんない、ごめんなさい。なんと勇者シュバルディはポンミの喉元に剣をあてがった。カウン助けて。この生意気な娘の命が欲しければ上かよ魔王と。ちょっとめっちゃうんこしたくなってきた。てあ、やばい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 、うんこしたい。ちょっと待って、うんこしてくる。ダン、しかし上子は魔王の言葉を思い出した。少々我はまた封印されて、しばらくこの世界に魔王という存在はなくなるだろう。魔王がいない平和な世界は人類の誰もが望む素晴らしい世界だ。しかし先ほど述べたように、魔王の消えた平和な世界では人類は平和ぼきし、失落してしまう可能性がある。それを防ぐのが君だ。君は魔王を倒した英雄として人類を引っ張っていかなくてはならない。君が正しく導いてくれた時、世界は真の平和を訪れる。ケムに任せるとこの世界を守ってくれよな。ウェクは思った。人間は愚かな生き物である。高い知性を持ちながら放っておけば傷つけ合い勝者を決めたがる。人間には人間を正しく導くものが必要だ。私が導かなければ真の平和を守るため、それが魔王の願いならなのだから。とまさか勇者シュバルディよ、上子が喋った。勇者シュバルディよ、なんだよ。感情的にならずに心を落ち着けなさい。冷静に、冷静になるのです。そして客観的に見つめるのです。今のあなたの姿を。そうです、気づいたようですね。今のあなたはいい年こいて、ほうけて若者に先を越されて怠けてかな、
払いせに少女を人質にとっているただのゴミクズです。ああ。しかしまだ遅くありません。あなたはこれから帰ることができます。人は皆手を取り合って生きていけるはずです。さああなたも人を傷つけるような真似はやめて、みんなで仲良くしましょう。分かった、ごめんなさい。勇者シバルディは警察に連行されていった。怖かった、お姉ちゃん助けてくれてありがとう。それにしてもお姉ちゃん、人を論す才能もあったんだね。見直したよ。それでちょっと提案があるんだけど。ん？その後ポンミの提案でウエコは武器屋ウエポヨヨン教という信仰宗教を立ち上げた。皆さん、武器屋ウエポヨヨン教の基本理念はみんな仲良くです。みんなが仲良くすればみんな楽しいし、世界は平和になります。魔王がいない今、みんなで仲良くし、みんなでワイワイしましょう。うわー、教祖様万歳、教祖様万歳。うわー、というわけで教祖様の話は終わりです。解散。あ、ついでに信者は武器やウェポヨヨンで、お買い物してってね。魔王を倒し、さらには宗教を立ち上げ、人々を導いていく道を選んだ上子。上子の導きのもと、人間が作り上げていく平和な世界、きっと魔王も笑顔で見守っていることだろう。エンディング、4分の3、みんな仲良く。はあ、まあ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 、いいエンディング。まあ2つともね、最初に見たエンディングもいいエンディングだし、こっちもいいエンディングだね。逆にもう気になるわ、あと2つ。なんなん、あと2つ。まあ多分武器コンプとかで1個もらえるんだろうなっていうのは1つあるよね。うん、武器コンプであと1個。何、あと1つ、あと1つ思い当たる節がないよね。もう売り上げか、売り上げ100万円かな、そんな気がするな。うん、もうちょっとやってみるか。武器コンプはさすがにだるいでこの世界全部武器なんだもんだって。うん、まあとりあえず売り上げ100万はなんとかいけそうな気がするんでね、もうちょっとだけやってみようかなと思います。はい、まあエンディングね、あの2つ目迎えましたが、もうちょっとだけ続けてみようかなと思います。はい、では、ご視聴ありがとうございました。